はい、ありがとうございます。先ほどまでは加納さんが今何をしているのかっていう話とアスロスに参画していった背景みたいなところをお聞きしたんですけど、はい、この動画ではアスロスっていうところが何をやっているところなのかっていう部分をお伺いしたいなって思ってます。はい、団体の名前を改めてお聞きしてもよろしいですか？正式名称としては、はい、アスロスファウンデーションと呼んでいます。うん、なるほど、ありがとうございます。実際アスロスさんっていうのはどんな団体なんですかね？障害のある難民の方々をスポーツの力で支援する非営利団体でして、先ほども話したんですけど、パラリンピアンである難民のパラアスリート自身が立ち上げに関わっているという団体で、ギリシャの方で団体としての登記もされてまして、今はアメリカにいらっしゃるこの方もシリアの方なんですけど、67、8歳の国際コーディネーターの方と、もう1名ヨーロッパに住んでいらっしゃるアラブ系のバックグラウンドをお持ちの方がいらっしゃって、2人の代表と1人の難民のパラリンピアン、シリア出身の方がいらっしゃって、すでにアスロスっていう団体にはメインは水泳でパラリンピックに出場した選手が個人競技ではなくてチームスポーツで難民障害者のことを世界の人に発信したいという思いで車椅子バスケットボールチームに取り組んで今後国際大会に出場したいっていう気持ちをお持ちなんですけど、それ以外の例えばラグビーとかサッカーとかテニスとかっていうスポーツをやろうとしている約70名ぐらいの難民であり障害を抱えていらっしゃる方々がアスロスっていうところのプラットフォームといいますか、そこに登録はされていて、ドイツだったりトルコだったりそういう難民の方々が比較的多く住んでいらっしゃるところでトレーニングキャンプを張って年に1回とかやってたりもしている団体ですね。そうなんですね。じゃあもともとは日本で出てきたわけでもなくて、もともとはギリシャで出てきたものですと。そこがいろんな難民を受け入れてる国も一緒に参加して、そこをキャンプ地みたいな形でやりつつパラリンピックとかのスポーツに参加できるようにしていくみたいな形をしていらっしゃると、はい、ありがとうございます。実際それ日本ではもともとされてらっしゃらなかったんですよね？日本ではしていなかったですよね。でそれで日本で立ち上げようと思った背景は何かあったんですか？それが先ほどオンラインスクールでその方の存在を知って、僕自身何か応援できないかなっていうところを強く感じて、そこに共感してくださる数名の方々と今一緒にやってるんですけど、そういった経緯でジャパンチームとしてアスロスをサポートしましょうみたいな活動を今させていただいてます。そういうことだったんですね。なるほど。あ、じゃあアスロスの日本チームは加納さんが立ち上げたの？立ち上げたというか自然発生的にこうジャパンチームみたいな、基本メンバー3人でサポートメンバー2人約5名ぐらいでやっているんですけど、実際スポーツを事業にして利用されていらっしゃる方もそこに参画していただいていて、そうなんですね。そういった方もいらっしゃるので活動が大きくなり始めていてというような流れですね。じゃあ基本メンバーのうちの1人に加納さんがいらっしゃるというところなんですね。実際日本の部分を立ち上げました。立ち上げた一番最初のミッションって何だったんですか？イブラヒム・フセインさんっていうシリア人の方、うん、あ、そうなんですね。パラリンピック選手で、その方がリオオリンピックとかにも参加された方。そうです。リオと東京パラリンピック2大会連続で水泳選手として参加されていらっしゃる方ですね。うんうん、なるほど。じゃあその方が次の目標として水泳ではなくて、団体競技である車椅子バスケットボールで国際大会に出場して、自分たちと同じような人が世界中にいるっていうことを知ってほしいっていう目的の上で活動されている車椅子バスケットボールに何かサポートができないかっていうのが一番最初の私たちの活動のスタートでした。はいはい。じゃあそこ結構ハードル高いですよね。目標としてもめちゃくちゃ高い中でどういうステップアップをしていった感じなんですか？まず最初にボールをくれないかとか、ユニフォームをくれないかとか、用具をくれないかなっていう話をしていて、一番最初にこれもちょっとひょんなご縁でご紹介していただいたのが、東京にある電動車椅子を専門に作っている車椅子工房さんを紹介していただいて、その方とお話をしたら、なんとこの車椅子イブラヒム選手に無料で差し上げるよっていうことを言っていただいて、そうなんですね。車椅子バスケットボール用の車椅子1台とそうではない生活に使える車椅子2台計3台を、これもしよろしければ渡してあげてくださいみたいなことを言っていただいて、でしたら車椅子バスケットボールの競技用の車椅子を送ろうということが一番最初でした。ただですね、それをどうやって送るかっていうのがすごく大変で、コロナ禍っていう難しさもあってですね、最初に航空会社に相談したりとか、ギリシャの大使館に飛び込み営業みたいな形で営業力がもうそこで生かされてるじゃないですか。
そこもやっぱりこういうご時世なんで、はい、なかなか協力できかねます。本当にそこがハードル高かったんですね。そうですね。手に入れるまでがボトルネックだと思ったんですけど、実は手に入れることはそんなに難しくなかったんだけれども、それを送ることが一番大変だったと。そうなんですよ。なるほど。じゃあどうやって送ったんですか。で最終的にいろいろチャレンジしたんですけど、はい、どれもうまくいかず、はい、走行している間にイブラヒム選手が東京パラリンピックで日本にやってくるよっていうところに来てしまって、であれば直接来日した時に持ち帰ってもらえると早いよねっていうところに落ち着きまして、当時選手と直接会えなかったんですけど、選手に渡せるかっていうところをメンバーで必死に考えまして、で最後実際空港に梱包して持ってって、選手と短い間だけだったんですけど会って、手荷物としてギリシャに持ち帰っていただくっていうことをしました。 ありがとうございます。実際なんですけど一旦車椅子をお渡ししましたよね、はい、次やりたいことってありますか。物の提供っていうのは彼らも一時的には喜ばれると思うんですけど、サステナビリティじゃないと思っていて、僕たちがやりたいと思っているのは僕個人の思いでもあるんですけど、機会を提供したいと思っていて、イブラヒムさんご本人の言葉の中でも難民であり障害者である方々は世界から忘れられているっていうメッセージがあって、挑戦する場さえ奪われている、機会さえ与えられないっていうこともおっしゃっていて、であれば僕たちが場作りをして機会を彼らに何か提供できないかなと思っていて、今年の6月の20日に国連の定める世界難民の日っていうのがあるんですけど、そこに向けて今実はイブラヒムさんが再来日できないかっていうツアーを計画していて、再来日できた際には昨年東京パラリンピックでいろんな人ともつながって、例えば企業さんとかともつながりが持てたので、そうなんですね、オンライントークイベントとかをしたりとかですね、そういうところでかなり支援の輪が広がっていったので、その一度つながった支援ともう一度つながるっていうことを目的に、普段光の当たらない難民障害者の方々の存在をもう一度東京パラリンピックで開催された日本でっていうようなツアーイベントみたいなところを今企画してます。そうなんですね。じゃあイブラヒムさんがもう一回日本にも来られて、その日本で皆さんと触れ合えるようなツアーを作るっていう話ですかね。そうですね。ああ、はい、なるほど。企業さんだったり、はい、市民の方々だったり、小学校とか中学校とか高校とか教育現場だったり、そういったところで直接、去年はコロナ禍でオンラインイベントとかでしか会えなかったので、今年はちょっとどうなるか分かりませんけど、直接リアルで会っていただく場を作れないかなというふうに考えてます。いや、そうですよね。やっぱりもちろんオンラインでつながるっていうところもつながれてるんですけど、対面で会うのと全然印象違いますもんね、うん、そうですね。実際会ってもらって感じてもらうっていうのは確かに大事かもしれないですね。はい、なるほどですね。ありがとうございます。で今アスロスで加納さん参画されてると思うんですけど、何か直近でイベントはあったりするんですか。今ですね、6月20日の世界難民の日のイブラヒムさん再来日ツアーに向けてクラウドファンディングを計画していまして、そうなんですね。ツアーを実現するために、はい、彼自身の渡航費であったり、日本に来た時の滞在費であったり、企業さんを回る際の費用であったりとか、記者会見みたいなところを記者の方に来ていただけるようなリアルの場を作ったりとかっていう、そういう費用がもろもろかかってくると考えていて、そのためのクラウドファンディングを今ちょうど発信している状況です。ちなみに金額とかってあるんですか。目標金額に関しては全体でツアー自体は400万近くかかるんですけれども、一部アスロスメンバーの活動で補うことができていて、目標金額としては250万を目標金額としていて、それを少しでも実現できるように今取り組んでいる状況です。はい、ありがとうございます、はい、ちなみになんですけど、クラウドファンディングでお金入れたら何か返ってくるんですかね。考えているリターンとしては、はいはい、イブラヒムさんが日本に来た時に、日本の車椅子バスケットボールチームの方々と交流をするんですね、はい、例えば交流イベントで車椅子バスケットを練習を観戦できる座席の権利、いいですね。それイブラヒムさん本人と握手ができたり、はい、車椅子バスケットボールチームとイブラヒムさん皆さんで全体の集合写真を撮れる権利だったり、はい、そういった直接交流できるリターンを考えてます、うんうん、なるほど、ありがとうございます。いいですね。イブラヒムさんに実際に会えて練習してる風景とかを見れるんであれば、はい、それは確かにいいですね。はい、ありがとうございます。こちら概要欄に載せておきますので、はい、ぜひとも見ていただければなというふうに考えてます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと最後にっていうところで加納さんに聞いておきたいなと思ったのが、もともとスポーツ携わられて、でも一方で今仕事では専門商社っていうスポーツとあんまり関わりのないところで働かれてる一方で、バスロスっていうところで障害者の方に対しての支援、それも日本だけではなくて難民の方に対してのアプローチをされてると思うんですけど、今後体育の先生とかスポーツっていう業界でやっていきたいなって思ってる人たちに一つアドバイスするとしたら何ですかね。何かその時に目標とか目的
が仮になかったとしても、うん、この活動を始める際に自分に向き合う時に思ったんですけど、自分に好きなことに素直に向かっていれば、気づいた時に何か一つつながっているみたいなことが僕はあると思っていて、それが体育の先生をしてみたりとか、商社で営業してみたりとか、国際貢献活動のボランティアをしてみたりとか、後々つながってくるんじゃないかなというふうに思っていて、そういった思いで何か自分の好きなこととか興味のあることにまずやってみるっていうところは大事なんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。今日はですね、国際協力の中でもスポーツを通して支援していらっしゃる加納さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。